独立プロ野球日の国サラマンダーズは現在公募中のプロ野球2軍戦に参加を申請する予定でしたが、期限まで必要な資金が集まらず申請を断念するということです。力不足で申し訳ないなというふうに感じています。また再来年からの参加申請は来月末まで猶予がありますが、神田康則社長は積極的な活動はしないとしています。